給与改定特例法によって、国家公務員の給与が平均 7.8% カットされていますが、まあ、我々は地方公務員の給与についても当然同様の措置を要請して引き下げてもらったらどうかという話をずっとしていました。まあ、そういう状況の中でですね、この給与特例法と、まあ、その地方の公務員の給与の関係、等々については今どのように考えておられますか。タルトコ大臣。政府としてまた私どもが考えておりますのは、それぞれのことについては国の行動、まあ、判断を参考にしていただいて、基本的にはそれぞれの自治体が自らお決めいただくことだということ以外はございません。で、それについていろいろ議論があることは承知をしております。まあ、ラスパイレス指数をどのように扱うのかという問題もこれあり、それから地方自治体がですね、過去10年、もっと言うと15年近くにわたりまして、給与の削減、それでまた定員のカット、こういったことをかなりやってきていただいていると。まあ、私が知っている、承知している範囲でも、10年間、この10年だけ見ても、2兆円近いカットがなされております。一方で国はこれまでほとんどゼロであったということであります。ですから、国は2年間に限って 7.8 と、平均して 7.8 ということで、皆さんのご協力もいただいて決めさせていただきましたが、簡単に言うと、1万メートルを走り終わった後に、もう一回1万メートル走れということで、国の方はまだ走ってなくて、さあ今から走りますと。こういう状況ですから、まあ、いろいろこれからご議論もあろうかと思いますが、少なくともこれまで努力をしてこられたということは、それなりに評価をさせていただかないと、私はいけないんではないかと。そういう上に立って、まあ、ラスパイレス指数がですね、厳密に、格差を示す唯一の指標かというと、まあ、これもまたいろいろご意見があろうかと思います。ですから、トータルなことで、私は、全体がですね、国民の皆さん方にご批判をいただかないような方向に向かっていくべきだというふうには思っておりますが、基本的には地方自治体もこれまで大変な努力をしてこられている。そのこと、努力はそれなりに評価をさせていただいて、これから1700以上の自治体がありますので、それぞれの地域事情もあろうかと思いますので、その地域事情にのっとって、また努力をいただきたいと思っております。最終的には自治体のご判断でお決めいただきたいと思っております。平井さん。